始めたいと思います、呼吸筋ストレッチコンディショニング日常のコンディショニングを良くしていくという趣旨の4回シリーズの最終回ですね。あっという間ですね。始まるとあっという間ですね。始まるまでがなかなか時間かかりましたけど始まってしまうと結構あっという間で、でも予想通りよりもちょっと上回る感じで効果が上がっているので、やっぱりやってよかったなってつくづく思いますが、まあ最終回ということで、今日は前回のリクエストではなんか歩くとかでしたね、はい、まあ前回そういう話だったんですが、まあその後皆さんのまた変化や質問、今日のリクエストがあればぜひお聞かせください。では久保田さんからお願いします。はい、おかげさまで調子はいいです。いいです、いいです。ちょっとですね。おかげさまで調子はいいです。で、やっぱりこう、ストレッチをやって、まあ、朝起きてからやって動きがいいなっていうのは、まあ、思ってたんですけど、夜寝る前にやると、こう、スイミングで明らかにこう結果が決まるので、すごいなって思いながらやっています。でそう、やっぱりこのゴロゴロはかなり定着したんですけど、それ以外のことですね、それ以外のことがやっぱりなかなかこう定着とまではいかなくて、でこの間きちんと過去も見直して書きつやったこと書き出して、で例えば手の、まあ、手のなんかは自分でもやってるしレッスンも取り入れてるんですけど、立った状態でできるので準備するんですけど、目のやつもちょっと今日レッスンで生徒さんにやってもらったりしたら、やっぱりすごくスッキリしますね、みたいな。ちょっとね、私のレッスンは時間が短いので、いろいろやると回らないので、できないとなっちゃうので、本当に一個、今日はじゃこれ、今日はこれみたいな感じでやるんですけど、その辺をもう少しこの手だったり、目だったりっていうのは、もう少しちょっとこう、なんですかね、計画的に取り入れていくと、まあ私自身もあれなんですけど、いいのかなと思っています。はい、そんな感じで。はい、よろしくお願いします。まあ必ずしもなんか毎日のようにやらなきゃいけないというわけではないと思うので、まあ、そこまでなんか詰め込みすぎずに時にやってみて、うん、まあやっぱやると調子いいなぐらいでもまあいいのかなという気がしますけどね。うん、でも大事ですね。はい、ありがとうございます。では、笠原さんお願いします。はい、2つあって、1つはやっぱり座ってパソコンに向かってこうやってやる仕事が多いので、どうしても肩回りがちょっと固まってしまう感じがあって、なんかないかなと思って、思い出したのはやっぱこうねじって動く運動っていうので、まあ、パワーでもいいんですけど、こういいね状態にしてこういうふうにねじってみる、うんうん、これやるとすごくいい、うん、もうたちまちやったりとか、ここの肩とか肩周りからみんなやったりはすごいリラックスするというか、はい、整っちゃうんですよね、うん、それはすごく勉強になったというか役に立っています。それからもう一つ、一昨日ウィリーさんにも言ったんですけど、僕は寝るときにも仰向けでまっすぐ寝るのが好きなんですよ。うちのかみさんにはツタンカーメンとか言われてでそうすると最近っていうか、もう50過ぎてからかな、もうちょっと前からかもしれないけど、顎の力が抜けて舌根が下がるので襟を吐くようになって、まあそれでちょっと無呼吸気味になって起きたりとかするし、喉もちょっと起きるという以外がしたりとか、なんとかならないかって思ってたんですけど、ある時にもう2週間ぐらいかな、か最初にやったみたいに膝立てて、で片方だけ膝立てると、ちょっとその内側に立てた方の内側に傾くんですよね。ちょっと傾けた状態で寝たみたいな、薄いね、それだけでもこの顎の状態変わる。でやっぱり寝にくい時っていうか、最初もう寝ちゃえばもう何でも
結局元に戻っちゃったりするんですけど、でも全体にやっぱり睡眠のやっぱり質がそれで変わったっていうか、ね、それやっぱり入眠の時にそれをやるとするっていうのが分かりました。それが大きい、すごい発見素晴らしい、ありがとうございます。こうなんかね、本人でしか見つけようがない素晴らしい、そういう発想になったらやっぱり聞いていただけたらいいかな。そう、まっすぐが、まあ、っすぐが自然とは限らないですよね。どうしてもこう日常の作業が、ね、左右アンバランスだったりするので、そうするとやっぱ自然となんかこう楽な位置っていうのが上がってくるんで、そうするとなんかまっすぐ寝れなくなるんですよね、きっとね。それが多分なんかいい位置に ね、なってくると、まあ、寝やすいんだろうなっていう感じはしますね。まあ、それをこう整えるための、まあそれこそこその運動をしてから寝ると、まあなんかどんな位置でも結構楽っていうのもあるかもしれないし、でだから自分の楽な位置っていうのがこう、まあコンディショニングによって変わってくるという感じはしますね。その辺はうまく、まあ日々変化していくものですけどね。まあでも全く寝てるときあんまりね、寝返り打たない方って何なんですかね。寝返りって寝てるとき打たなくていいのかな。昨日妹もツタンカーメン状態で寝る、ね、もうずっとそのままの方っていますよね。なんか自然と寝返り打つのがいいのかなっていう気はするんですけど、まあ寝返り打つ生き物なので、まあでもいますね、それで全然、まあ、それが自然という方、なんか打つ必要がないのか打てないのかどうなんですかね、どっちかだとは思うんですけど、面白いスマホサンカーメンになれる才能があるそのまま断食していくというか、ね、体側手術っていう感じですはい、ありがとうございます。じゃあ今日は、まあ、ちょっとまたいろいろやろうかなと思っていて、で、まあ、なんかその立った状態でどうしてもこう、まあ、する動きとかがやっぱり多いので、まあね、日常の歩く動作とかもそうなんで、少しこう、まあ、筋肉を、まあ、使いながらこう動きを作るもの、まあ、整えるようなゴロゴロするものが多かったので、まあ、なんか使どう使おうかというところにちょっと入りながら、今日はやっていこうという感じでございます。はい、まあ、あんまりちょっとこう、まあ、歩く動きそのものをやってもいいんですけど、なんていうか習得が難しいんですよね。そのやっぱこう日常的にやってるものの質を上げるってやっぱりこう、まあ、難しいですよね。なんか自分の癖が、まあ、無意識の癖がやっぱり出やすいし、まあ、だからこそなんかそれこそ陸上選手とかがなんか一生懸命練習するんですけど、毎日毎日そう、毎日走ることは技術練習だったりしますからね、あの人たちは。もちろん体力を向上させるということも目的なんですけど、そう、走るにも技術がとかね、なんでなかなか直接的そこをやるとちょっと難しいところがあるので、まあなんか体のコンディションが変わるとまたでも歩き方とかも変わるので、そのあたりをちょっとまた実験をしながら、そうすると、まあ、どんな、まあ、歩き方とか立ち方をしても、まあ、なんか比較的調子がよく、いられるというところが、まあ、見つかるといいなという感じですかね。そのあたりをちょっとやってみたいと思います。いや、他お二人で何かやりたいこと聞きたいことありますか、あらかじめ。そのところで、いきましょう。じゃあちょっとまた声を出したり呼吸をチェックしたりして、そうですね、ちょっとチェックしてから入りましょうか。はい。